ヤガチャガチャンネルは1年越しに頑張るぞいぞい。やっぱああやってやられるとなんかドラクエ始まるなみたいな感じちょっとしちゃうよね。そうだね。さあというわけでございまして、グランドタイタス号に、始まグランドタイタス号のこの後部デッキで要はみんなとバイバイって、はい、バイバイしたので、はい、屋上に向かいましょう。はい。タル探してる女がいるぞ。なんかドラクエやってるなと思って。そうドラクエやってる感あるよね。でもさドラクエ7やってるとさ。うん、壊さねえんだってちょっと 思う自分がたまにいる。そうなんだ。ドラクエ7はなんかあの持ち上げてバーンってもう樽だか壺だか割るからさ、うん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 、なんかちょっと基本的に平和だよねと思う。さすがにね器物破損はちょっと。そうでもね変なところに変な壺あるから調べたくなるとめっちゃわかる。うん、なんかだしたまには豪華なもんとかでも乗っけといてくんねえかなって思っちゃう時ある。まあないんだけどね、そんなもんはね。3ゴールドぐらい入ってる。本当に3ゴールドぐらい入ってる。デッキ船。そう、操舵室っていうところがあるので、操舵室に向かう感じですな。操舵室。誰？ともさん。ともさん。あ、さっきの。なぜ俺の名を。あなたもグランゼドーラ王国へ行くのですね。すいません。そんなに警戒しないでください。あなたはご存じないかもしれませんが、うん、トモさん、あなたの名前は意外に知れ渡っているのですよ。あの冥王ネルゲルを倒した人物としてね。そうですか？確かに。私の名前はクローズ。ある人を探し求めて世界中を旅しているものです。操舵室へ行くところだったのでしょう。私もご一緒させていただきますね。どうぞどうぞ。一緒に行こうぜ。ヤガミさん出ずっぱりですね今回は。大変です。あー大変ですね。黒のみたいな髪型の人いる。黒のではない。おモヒカンダドリ副船長やはりどこにも見当たりません。すごい元気。すごいどこにでもいるその声のやつ。ということだ。私たちの命綱である魔法の羅針盤が消えてしまっただなんて。なんでなんでなんで。私たち お客様申し訳ございません。ただいま取り込み中でございまして。魔法の羅針盤がなくなったのですね。あら。いやそのワロである。騒ぎは外まで聞こえていましたよ。魔法の羅針盤がなくては迷いの霧を越えられずレンダーシアには行けないはずですよね。はい、おっしゃる通りでございます。しかしエイブラム船長をはじめ多くの船員たちが探しておりますから。私はどうしてもレンダーシアに行かなくてはならないのです。なんとかしなくては。お船長。エイブラム船長、魔法の羅針盤はなさそう。あら残念だが、わしの方は収穫なしだ。その様子ではそちらもダメか。だ君は。あんまたまにいいことするかも。ちょっと失礼。何する気？洗脳したってどうにもなんないよ。なあ。そうだ、わしとしたことがこんな大事なことを忘れておったとは。え？こんなこともあろうかと魔法の羅針盤は私が偽物とすり替えておいたのだった。え？なくなったのは店の羅針盤、本物の魔法の羅針盤は無事だ。騒がせて申し訳ない。そんな。本船は問題なくレンダーシアに到着できる。さあみんな持ち場へ戻れ。ほんま？なるほどな。どういうこと？なんで？どうした？犯人をあぶり出すためか。えへ？えへ？あー、あの赤モヒカンかも。偽の羅針盤があったとは知りませんでした。全く船長もお人が悪い。チューニングしてったな今。喋りながら。は？何の話？どうしたタドリ？魔法の羅針盤の捜索はどうなっている？今船長が亡くなったのは偽の羅針盤で本物は無事だとおっしゃったのでは。
バカ者は何でボケたことを言っとる。偽の羅針盤など聞いたこともないぞ。ないんかい。そんなことよりもう一度手分けして隅々まで探すのだ。急げ。ま、ぬい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 はて、船長には少し記憶違いをしていただきました。私はこういう技を心得ているのです。やべえやつじゃん。それより最初に操舵室から出ていった赤い紙の繊維を覚えていますね。後を追ってください。おそらく1階のデッキに向かったはず。私もすぐに向かいます。1階のデッキ、すごいや、強キャラ感。ひー、やっぱ船の上っていいね。ワクワクするよね。なんか不思議なことが起こりそうな気がするよね。うん、あとはね、あのお金持ちがいっぱいいてね、あのポケモンバトルするとやたらめったらお金くれるイメージ。あーあなんかあとでっかいポケモン出てきてさ、みんなで船の上で倒すんだよね、うん、そう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 、急に巨大ダコかイカが現れて、そうそうそう、現れてで大体俺は早く逃げるぞってやつが大体死ぬのよね。かわいそうに ね。あ、お広間じゃない。1階ってどこ？こっちだ。なんで階段階…え？嘘？来たじゃん。いや、あの、あんまり見てなかった。でも広くてよくわかんない。楽しめ楽しめ新マップ。広い広い、楽しめよ新マップを。あれ？あれ、鍵かかってる。どこだ？迷子だな。その先で合ってるよ。外に出れない。はい、イエーイ、たどり着く。こういう描写がちゃんとしてんのすごいいいね。なんかね、何かしらのやっぱ船らしい船のとかやってくれるとちょっと嬉しいよね。うん、ともちっちゃ、どうしたの？あ、すごい機敏な動きをしてる。目が綺麗だね。これが偽物だとまさか。そんなはずが。すごいダンス踊りそう、こいつ。スキップ先についてるとはさすがですね、トモさん。後から追うっておめえ言ったじゃん今。もう。お前ら見やがったな。ずっと見てたよ。偽の羅針盤をつかまされるとはこの俺も焼きが回ったもんだぜ。いいえ、偽の羅針盤なんて最初から存在しませんよ。騙されてやんの。バーカバーカ。目が綺麗、本当に。私たちはどうしてもレンダー社に渡らなくてはならないのです。その本物の羅針盤を返してもらいますよ。あ、くっそー、うるせえ。よくも騙しやがったな。どうした、肺活量チェックでもしてた？絶対レンダー社には行かせねえ。魔法の羅針盤なんてこうしてやる。あ、壊す決まりだ。捨てても無駄です。なんだって？たとえ海の底に沈めたとしても私がたやすく見つけ出してみせましょう。どこまでも小尺な。やってみ。どうするつもり？ことを荒立てるなと言われていたが、こうなったら仕方がない。あら、魔物さんでしたか。だからそんなモヒカンで。俺は冥王ネルゲル様の使い、マボック。お口大きいね。あ、モヒカンが。冥王様のご同盟により何者にもレンダーシアの血は踏ません。おっしゃ。私は急いでいるのです。お、ちょちょいのちょいで倒してくれるか。おあ、炎系はまずいんじゃない？あ、船の上で燃えちゃう。船が氷にしな。すっげえ。あーららら、今のはメラゾーマではない、メラだ。ドン。あ、倒しちゃった。全く戦いとかが起こらなかった。ストーリーが進んだ。あー早い。あー焦げてる。死して後も冥王ネルゲルはレンダーシアの血へ渡る者を妨害するよう配下に命じていたのですね。あ、船長ここです。一体何の騒ぎだ。魔物が。
倒しきってないってこと？焦げてる。レンドーシアの血を踏む者に災い。あれ。おお。上手だった。あご。ゲベラボラー。ゲベラボラどっから来たんだゲベラボラモクモクは消えた。なんかちっちゃくなってない？なってないか。あのちっちゃいやつが持ってたから大きく見えたのかも。そういうことか。多分。よかった、海に捨てられなくて。危うくトモさんに海へ飛び込んでもらうところでしたよ。おめえが行け。なんだおめえ、喧嘩か。我々が求め探し続けていた魔法の羅針盤がついにこの手に戻った。よろしく頼む。諸君の協力に感謝する。まもなく本船は眉抜きに突入する。君たちも船内で安全を確保してくれたまえ。はーい。これでレンダーシアに行けるはず。とはいえ到着するまでにはまだしばらく時間がかかるでしょう。もし船内で捨てることがなくなったら、客室案内係に言えば港に着くまで部屋で休ませてもらえますよ。1階のカウンターにいる人です。覚えておいてくださいね。はーい。なんかクローズといると気まずいな。気まずい。なんかなんだ、なんかあいつやだな。嫌いな。なんかあいつ嫌だな。嫌だな。というわけで、あのどっちでもいいよトモさん。なんか、はい、別にカットするから、はい、いろんな人に話しかけてもいいし、はい、あの宿屋で寝たら、そのままもう進むしって感じ。はい。いろいろと不手際がございまして申し訳ありませんでした。本船はまもなく前向きに突入いたします。不手際でのご用がお済みになりましたら、あちらのカウンターにおります客室案内係のご掛けくださいませ。ありがとうね。3倍速ぐらい。でも別にやることも言うて、あの本当にね、なんかね、グランゼドーラに渡りたい人とね、なんかで謝る客室案内員がいるって感じ。なるほどね。さっき樽に3ゴールドあったよ。あ、鏡の魔物が魔物だったなんてね、信じられないわ。グランドタイタス号に乗るためにあんなに努力してきたのに。あ、出航できるようになったらやることがあるってみんなが言われ、仕事を私に引き受けてたいい人だなと思ってたのにゃ。あにゃにゃにゃ、ペロ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 。若干の救いだね、今の彼にとっては。まあね、でもなんか馴染むために頑張って、貝殻馴染むためにやってたんだろうね。そうだね、努力してたんだな。なんかね、ちゃんとね、何人間に化けたから OK じゃなくて、その一個上のところまでやってるのが偉いよね。うん、偉いと思う。一回話しかけちゃおう。 OK。おじじじしって準備ができ、じしじじじご希望させますか。さっさっさっ、案内します、こちらどうぞ。だす。あトモさん。はい。あなたもこれからお休みになるところでしたか。さ、ご乗船のお客様に申し上げます。これより本船は、迷いの霧に突入いたします。交番やデッキにいらっしゃるお客様は速やかに船内へお戻りくださいませ。よっせよっせよっせ。おお、こんなんなるの大変そう。ダメです、ケーキが全て作動しません。こちらもです、まだ火事が効きません。船乗りって声高いの。これが迷いの霧の力か。頼むぞ、英知の結晶、魔法の羅針盤よ。頼むぞ。おーおーおー、ぐいぐい。ギャリ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 ギャ。差し示してくれるとかではなくて、もう霧を晴らして突っ切ってくれるっていう効果なの。羅針盤じゃねえじゃん。ね、ダメか。あ、なんか諦めそうになってる。諦めかけたその時、羅針盤が光る、輝いて。おー、ラピュタ、ラピュタはあっちにあるぞ。
大丈夫そう。みんな目が綺麗。船長、火事が聞きます。イエーイ。行ったれ行ったれ。よし、あの光が指し示す方向に進路を取れ。あー、これやってみて、かっこいい。かっけー。おー、すごいすごい。あー、またあいつと一緒にいる。どうやら落ち着いたようですね。三田太郎さんは落ち着かない様子。気まずい顔しちゃうな。彼のことは船員たちに任せ、後のことは船員たちに任せて、私たちは休ませてもらうことにしましょう。ほう、本当にただ休むだけ。あ、船長。なぜだ。なぜグランゼドララークにつけん。ララ落ち着いて船長。船長、迷いの霧は無事抜けましたが、海の流れが強くグランゼドーラの海域にはどうやっても近づけないようです。なことあるか。困っちゃった。仕方あるまい。今はレンダー市への上陸が最優先だ。本船はここに停泊する。不本意ではあるが、乗客には陸路でグランゼドーラオックへ向かってもらおう。なんだって。たったかたたたた、大陸に行けさえすればというところ。お客様にご案内申し上げます。本船はレンダーシアに到着しました。目的地であるグランゼドーラオックの港もこんなる場所となりましたが、レンダーシア上陸を最優先と判断し停泊いたします。現在クルーたちがお客様を半分までお送りしております。マス、グランゼドーラ王国を目指されるお客様は陸路にてお迎えください。なお、レンダー島へのお戻りはご希望されるお客様には浜辺にいるクルーにお待ちください。あい、ズザー、到着新大陸。なんかすっげーラフなやついたな今。着いたー。おお、なぜか置いてかれる。ダメだよ、ちゃんと行かなきゃ。単独行動よくないよね。というわけで、ココラタの浜辺に到着しました。はい、はい、というわけでございまして、とりあえずまずですね、ここから上側にありますコニウェア平原、コニウェア平原はいに向かっていきたいなと思っております。酒場がある。ちなみにね、どうでもいいですが、この後三門の関所ってとこに行くんですけど、はい、一生お世話になります。はい、一生、もう一生、もう一生お世話になります。はい、はーい、もうドラクエ10やってる限りずっとお世話になるとこですね。はい、はい、あれなんですよ。かわいい、かわいい、ぺちゃんってなってる。すごいね、経験値くれるんですよ。ほう、くれるクエストに受けられるようになるんですよ。あ、なるほどね。そうそうそう。さあ、というわけでございまして、コニウェ平原に行きましたら、そこからですね、ちょっと長旅にはなるんですが、三門の関所に向かっていきたいと思いまして、なんかすごいのいる。左側はね、なんか沈没船があったりとか。え、かわいい、なに、なに、こいつかわいい。え、それでチーズ、チーズ、違う、なんて名前だったっけ。フォンデュ、チーズ。チーズはお前がつけた名前。うわ、うわー、でけー船の死骸。あれ死骸、あれ死骸カウントなの。船って死ぬんだ。船は死んでる。まあ、というわけで、まあ、ここに関しては、まあ、基本的にはこのマップ自体はその砂漠というか、なんだ、浜辺か、はい、みたいな感じになってるよっていうマップではあるってところ自体はお見せしたと思うので、はい、ここからね、三門の関所まで頑張って移動しましょうというわけで、またみんな使わないとどうせ思って喋らない時間です。どうしてみんなそんなに早いんだろう。あ、ペッタカペッタカしてる、かわいい。これペッタカペッタカ、え、でも、ねえ顔は凶悪っぽい。遅い原因わかった。何？ドルセリンない。ずっと燃料切れたドルセリンで走ってるから、そりゃ遅いわ。歩きじゃん、歩き。これ、いや、おい、グランゼドーラに行けねえってどういうことだ。あらあら、あー、また喧嘩か。先ほどから説明している通り、この門はグランゼドーラ王国の王女アンルシアナ様のご命令で閉ざしている。閉ざしている。何者であろうと通すわけにはいかぬ。
行かぬ。頼む、やっとレンダー社に戻れたところなんだ。グランゼドーラの家族に会わせてくれ。ダメなんだ、王女命令だから。どんな理由があろうとも絶対に通さぬ。ああ。残念。もうちょっと待ってな。友が何とかしてくれる。何とかしよう。スタスタスタ。人ごとじゃないもんね、通れないとなると。グランゼドーラへの門は閉ざされているようですね。ああ、いけすかね。また会いましたね、友さん。お前追ってきただけだろ。トモさんはグランゼドーラ王国の姫に会いに行くのでしたね。ならばあの門を越える方法を教えましょう。はい、知ってるんかい。あ、お前まさか。あ、洗脳するつもりだ。レンダー社にはグランゼドーラ王国の他にメルサンディという村とセレダという町、さらにアラハギーロという国があります。ほう、国があります。あなたはそれらの地をめぐり3匹の蝶を探すのです。なんだ予言されてる。それぞれの場所で手に入れた3匹の蝶と共にここへ戻った時、グランゼドーラへの道は開かれるでしょう。なぜそれを知っている。それではトモさん、いずれまた。好きでしょトモのこと、多分ね。はい、向こうのドア。はい、どこ待っちゃう。でね、次のマップね、ぜひともね、そこのドア入ったらね、マップ開いてほしい。あ、先に話いいよ。はい。ほう、3匹の蝶を集めただと。こんな珍しい蝶を探してるの知らんが、昆虫採集とは物好きな旅人だな。ニコニコよ。すごいニコニコ。昆虫採集。連打者にはグランゼドーラックの中にメルサンディという村、セレタという町、さらにアラハギーロという国がある。知ってる知ってる、さっき聞いたもん。ここを出て東へ行くと、古城の休息所がある。まずはその休息所で旅立ちたことで連打者を探せるのよかろう。嬉しいんだろうな、人が来たの。ニコニコよ。楽しそうだ。